アルトル・シュニッツラー、アルトル・シュニッツラー、アーサー・シュニッツラー、1862年5月15日から1931年10月21日は、オーストリアの医師、小説家、劇作家、アルトゥーア・シュニッツラーとも表記される。ユダヤ系だが、キリスト教徒である。フランス文学の影響下にあった、若きウィーン、ユング・ビーンの一員、優秀、 繊細美を特徴とすると言われる、ウィーン世紀末文化の雰囲気を基調に、鋭い心理分析と洗練された印象主義的技法によって、恋愛都市を描写した、シンドマン主義の中でも最も有能な人物の一人である。代表作は、アナトール、リンブなど、アルトル・シュニッツラーは、ユダヤ人の喉の会、ヨハン・シュニッツラーと、その妻で、ウィーンの医師、 フィリップ・マルク・ブライターの娘であるルイーゼの息子として、ウィーン第2区、レオポルト・シュタットのプラーター通り、16番地に生まれた。1871年から1879年まで、ギムナジウムに通い、1879年7月に、優秀な成績で、マトゥーラに合格。その後、ウィーン大学で医学を学び、1885年5月30日医学博士号を取得した。 1885年から1888年まで、ウィンシ氏総合病院の医員として勤務した後、1893年まで、ウィーンのポリクリニック病院ののどかで、父の助手として働くが、その頃からすでに彼は、作家活動を行っていた。彼のデビュー作は1880年に、ミュンヘンの雑誌、フライエラントボーテに掲載された、踊り子の恋の歌で、その後彼は引き続き、 ブラウエドナウ、モデルネディヒトゥング、フランクフルター・サイトゥング、フライエ・ビューネなどの新聞、雑誌に、詩や小説などを発表した。また、彼は、唯一の学問的観光物、機能的出生症及び催眠と暗示による、その治療について、1989年も、表している。1886年から1893年まで、シュニッツラーは、 活動を医学出版に移し、70本以上の寄稿をしているが、その多くは父が創刊した雑誌、国際臨床医学展望の編集者名義による専門書の書評である。1893年に父が死んだ後、自身はクリニックを去り、自分の診療所を開いた。診療所は当初委員第1区インネレシュタットのブルクリング一番地にあったが、 その後第九区アルザーグルントのフランク通り一番地に移転した。彼はまた、父が死後の1895年に出版した喉医学臨床アトラスにも協力していた。1890年からシュニッツラーは、友人フーゴフォン・ホーフマンスタール、リヒャルト・ベア・ホフマンと共に、文学におけるウィーンモデルネ、若きウィーン派の代表人物となり、カフェ・グリーエンシュタイドルに集った。 シュニッツラーはケルントナー通り61番地にあるレストランライディンガーにもよく通っており、またジークムントフロイトとは知り合いの中だった。世紀末ウィーンのオーストリアイコールハンガリー帝国社会とその発展に対し彼は最も重要な批評家の一人であった。二十世紀になって彼はドイツの舞台で最も上演される戯曲家に数えられるようになった。 グストル商尉が出版された際、彼はその中でオーストリア軍隊の作法を攻撃したため、1901年6月14日付で予備役軍に注意の階級を剥奪された。第一次世界大戦が始まると、彼の作品への関心は次第に薄れていった。それは彼がオーストリアの数少ない知識人として戦意国部に賛同することができなかったこととも、 無関係ではない。1921年の林部の初演の際、彼は公助領族に反した都がで裁判にかけられ、それに続きその上演許可が取り消された。彼はそれ以降肉体的、精神的問題のために次第に引きこもるようになった。晩年は主に短編小説を書き、その中で彼は心理学的視点から正規転換期の個人の運命を描いている。 シュニッツラーは1903年8月26日に女優オルガグスマンと結婚したが、その時には息子のハインリヒはすでに1歳になっていた。1910年に彼はヘイトビヒブライプトロイからウィーン第18ク・ベーリングのシュテルンバルト通り7番地の家を購入したが、その近所にはリヒャルトベア・ホフマンやフェイリクス・ザルテンなど彼の知人たちも住んでいた。 1921年に妻と離婚し、それ以降、息子ハインリヒと娘リリーを一人で育った。ハインリヒは後に演出家になっているが、リリーは1928年に自殺し、彼はひどくショックを受けた。1931年10月21日、シュニッツラーは脳出血のためにウィーンで亡くなった。69歳であった。彼の墓は、 ウィーン中央墓地の第一門、旧ユダヤ人墓地にある。シュニッツラーは、戯曲と、三文、主に短編小説を書いたが、これらの作品で彼はとりわけ登場人物の心理的出来事に注目している。読者は、シュニッツラーの作品の登場人物の内的生活と、同時に、彼ら登場人物やその精神生活を特徴づける、当時の社会像も得ることができる。 シュニッツラーの作品の舞台は大抵世紀転換期のウィーンである。彼の戯曲や物語の多くは、特にローカル色が豊かで、作品に登場する人物は、商尉、医者、芸術家、ジャーナリスト、役者や軽薄な男ィなど、当時のウィーン社会の典型的人物である。とりわけ郊外から出てきた、可愛い女の子は、いわば、シュニッツラーのトレードマークのようなものとみなされ、 彼を一面的とこきおろそうとする敵対者にとっての目印でもあった。シュニッツラーにとって重要なのは精神の病的な状態ではない。むしろ彼の主要な関心事は不分立や性的タブーや礼儀作法などによって特に弱い立場の市民に社会的に要請される日常的な土のとぎマンに直面した時の平均的で普通の人間の内面の出来事である。 フロイトが精神分析学で行ったように、ほぼ同時代にシュニッツラーは、理性と進歩をひたすら目指す社会が抑圧してきた、に、性的なタブーを言語で表現した。彼が示したのは、人間が意識しないもの中に、理性のコントロールから逸脱する力が宿っている、ことだった。彼の作品が主に、テーマとして扱っているのは、不倫、例えば戯曲、ンブや、密会や、色男。 アナトールや婦人者の連作などである。シュニッツラーが短編小説、グストル商位でドイツ語文学で初めて内的独白の手法を取り入れたことは偶然ではない。この特別のパースペクティブによって彼は登場人物の心の葛藤をより深く直接的に読者に示すことに成功したのである。彼はこの物語形式をさらにエルザ城でも取り入れている。長編小説 自由への道と、義曲、ベルンハルディ教授で彼は、当時のウィーンで強く際立っていた反ユダヤ主義を、扱っている。彼はまた、ドイツ語文学を受ける偉大な日記作家の一人でもある。17歳の時から、死の2日前まで、几帳面に日記を書き続け、それは、彼の死後1981年に出版された。彼の、夢小説は、スタンリー・キューブリックの映画、 アイズワイドシャットの原案でもあるが、彼の作品はそれよりも以前から映画化されている。最初の映画は1914年の恋愛三昧で、以降、マックス・オフィルスの恋愛三昧、リングなど著名な映画監督が彼の作品を映画化している。シュニッツラーの遺構は、1931年の彼の死の後も大部分はビーンの自宅にそのままにされ、 学術的利用に供されていた。しかし、1938年3月のナチスドイツによるオーストリア学法の直前に、これらの資料は国外に移され、ケンブリッジ大学の図書館が新たな保管先となる。1960年代の初め、ケンブリッジ大学のシュニッツラーの遺構は、息子であるハインリヒ・シュニッツラーの指により、37ロール部のマイクロフィルムに収められ、 アメリカにある2つの研究機関、カリフォルニア大学ロサンゼルス校及びニューヨーク州、ビンガムトンにある国際、アルトゥールシュニッツー研究会並びに、現在シュニッツラーアーカイブがあるドイツのフライブルク大学に移管された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。